あ、えー、けましておめでとうございます。ます今年もよろしくどうぞお願いいたします。えー、まあ年頭にあたりまして、えー、まあ今年はどうなるのかとかですね、はいえー、J.P.X. としてどういうふうな動きがあるのか、まあご所見をいただきたいとは思うんですが、はい、まずはあ23年を振り返ってですね。 どのような年だったのか、まあその辺から少しお話を伺いましたでしょうかそうですね、はい、あの2023年、昨年は、まあ年初は2万5000円、日経225でいえば、はい、2>, 2万5000円ぐらいからスタートした後、まあどうですかね、4月以降、かなり統制を強めて、うん、まあ少し、あのー たらたらした部分もあったんですけども、うん、まあその後ずっと堅調な動きをした、はい、まあ要因はいろいろあると思うんですけどもやはり一番大きいのはあのコロナ禍後の,あの経済日本の経済活動の本格再開、うん、まあ,あるいはそのまあいわゆるインバウンド需要の 日本経済が非常に顕著に来た、はい、当然あの日本の企業業績も非常に堅調であったっていうことが一番大きいと思います、うん、ただもう一つですねやはりあのデフレからの脱却っていうのが本当に見えてきた、うん、これもともとロシアのウクライナ侵攻から始まったいろんなあ、まあ、穀物ですとかエネルギー 価格の高騰につなから来たそのまあいわゆるコストプッシュ型のインフレだったわけですけどそれがあの人手不足も相まってですね徐々にそのいわゆるディマンドプル型のインフレになりつつあると特にそのいわゆる賃金と物価の好循環が生まれるのではないかという期待感もあったのも大きいと思います。またそれからですねやっぱりもう一つ大きな要素としては 地政学的な変化いわゆる中国のロシアに対する支援、うん、あるいは台湾侵攻がありうるんではないかということで、うん、欧米の投資家の資産配分今まであのアジアにおいては中国一辺倒と言ってもよかったと思うんですが、はいはい、それがあの再配分が起こりつつ。 あるととといいうことだと思います、うんうん、でその中であの海外投資家がですね昨今の日本のコーポレートガバナンス改革に対する取り組みですとか、うん、あるいはその政府の取り組みですとかっていうことに対して非常に好意的に見ているということが。ええええうん 背景にあしたがってあのこの一過性のものというよりも企業業績がいいそれから設備投資もしっかりしてるっていうことからですね、うんうん、来年もこの傾向は続くんではないかと考えている国内外の投資家が多いんではないかなと。うん いうふうに感じております。あのヤマはまあ海外の投資家とのコミュニケーションを今やってらっしゃるんですが、実感としてですね、やっぱり日本の株の見方、日本市場の見方っていうのは変わってきてるんですか。そうですね。うのあのよくこの日本市場を知ってる投資家ほど、うん、今回も。ええ まただしあの、そういった中であのこういった自分がその日本株長年見てきたけども、うん、今回は本当に違うんではないか<ー>それはあのデフレ脱却も含めたです、ねええ、いろんな意味での大きな変化が起こっているというのを肌で感じているというのも事実だと思いますし。 コーポレートガバナンス改革がここ8年間コーポレートガバナンスコードを導入してから8年経ったんですけどかなり進展しているというそういう意識を持っている海外投資家は多いんですねだから昨今の3月に私どもで発出した資本コストと株価を意識した経営についてもです今後の進展を大変期待しているというあのお話が多い。 さあ、まあ、今年はそれを受けた形でどういう変化が昨年がですね<ー>その新しい方向に向かって日本の市場なり、うん、日本の経済なりが動き始めたという転機になった年が去年、はいはい、2023年だった ととすると、ええ、この今年2024年はこの動きがさらに大きな流れとなって定着してきたという年にしたいと我々は思っておりますし、ええ、あのそれに向けてあの努力していきたいというふうには思っています。うん、ただあの、うん まあ、いろんなリスク要因、まあ、ご存知のようにいろんなリスク要因があります来年はいろんなところで選挙あの台湾の総統選挙ですとかあるいはインドネシアの大統領選挙もありますし、うん、暮れにかけては、まあ、アメリカの大統領選挙があるというような選挙の年でもありますしそれから地政学的にはウクライナの問題あるいはガザの問題これはどうなるか、うん、あるいは米中関係がどうなるのか。うん あるいはあ、まあ、日米欧の経済環境がどうなっていくのか、はいあまあ、いろんな懸念材料はあるとは思いますけども、うん、先ほど申し上げたようにあの投資家の間の意見というのは、まあ、今年と同様来年もかなり堅調な相場付きになるのではないかというような見方が強いのではないかなというふうには思っております。うんうんまあ、今年はそのが まあ、実践的に始まりますけど、はい、これに対する期待というのはやはりこの高級化、うん、あの、まあ、抜本的な拡充と高級化、はいはい、それが始ま,る始まったわけですけども、うん、あのこれはです、ねまあ、我々、証券界の悲願であった貯蓄から投資の流れがです、ねえー、本格化するもう本当の契機になっていくんではないかなというふうに大変期待している。うん ところでありしたがってあの私ども JPX でもです、ね、この,あの新 NISA の拡充に合わせて、うん、あの投資しやすい環境の整備、ええええ、あるいは投資対象としての日本企業なりあるいは投資商品の量と質の改善というものを図ろうとして、うん、いろいろ取り組みをしておりまして。うんうん まあ例えば2022年あ、あもう一昨年になりますがの10月に投資単位の高い企業に対してあの株式分割をあのお願いする要請をしたわけですけれどももうすでにこの1年強経たって70社以上がそれに答えていただいてますしまたあの日本を代表する企業を見える化した JPX プライム150というその指数を去年の7月から算出を始めてますしあるいはさまざまな投資家のいろんな資産運用ニーズあるいは資産形成ニーズに応えるべくアクティブ ETF という商品も去年の9月から 導入して、まあ、それぞれ、えー、活発に利用されているという状況もありますので、今後とも私ども、取引所としてはです、ね、投資しやすい環境の整備、あるいは投資対象の魅力の向上に向けて、うん、あの努力を続けていきたいというふうには思っております、うんうん、あ今年の本当の JPX の,のこう重点施策の一つですね、今、お話があったのはね。こ、ね、これはもう本当にあの今度こそあの 貯蓄から投資への流れ,を、ね、流れが、ね、本格化したいという、うん、そういう願いは強いですね。なるほど。ほどはい、まあ最後にですね個人投資家へのちょっとメッセージをいただきたいのですが、はい、まあ先ほどのその裾の拡大、はいうん、多くのこの個人投資家の方々がやっぱり証券にまあマーケットに目を向けてくださるわけですから。はい まあそういったことに対する期待みたいなどどんなところになるんでございますか。そうですね。あの、うん、やはりあの今まで日本がまあ二十数年間にわたってまあその苦しんできたそうですねデフレ環境というのがここにきて本格的に変わるはい、はい、変わりつつあると言ってもいいと思います。うん、まああのそうしたあのデフレ環境からインフレ環境へ転換して何が一番違うかっていうとですね。うん、あのデフレ環境ではキャッシュズキング 現金が王様なわけですね、はいはい、ただ持ってて銀行に預けてれば、はい、ほっといてもデフレですからお金そのものの価値が上がっていく、うん、ところがインフレはです、ね、逆であのお金として置いてるだけでは目減、うん、りしていくわけですね、はい、したがってあのインフレに対するヘッジが必要になる、うん、したがってそこで投資というものが非常に必要になってくるということで。はい あのまあその意味ではあのぜひですね、えー、ご自分の資産形成というものをもう一度お考え直していただければと思います。ただしあのそのいろんな投資判断をしていただくときってやっぱり一番重要なのは。うん 正確な情報と正確な知識に基づいた投資判断ということでございますので、うん、あのそこはですねもうあの昨今、SNS でさ <laughs> まざまな無ぞ無むの情報が氾濫。 していると思いいますろんな情報あのほっといてももう,あのもうスマホにどん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 入ってくるような状況ですので、はい、やはりあのきっちりとしたちゃんとしたところが出している情報に基づいてご判断いただければと思います。うんうん、まああの JPX としてはいろんなあの教育ツールをあの提供させていただいておりますし、まあ、例えば JPX マネブラボというあの総合的な教育プログラムを整備しております。はい まあ、あの去年1年間で例えば学生向けあるいは社会人向けに行った 講義は370回ぐらいになっていますしそれから東証マネ部という資産形成ウェブサイトがあるんですけどそこはですね月平均のアクセス数が140万回ということでさまざあまな年齢層に対してあの総合的な教育プログラムを提供させていただいているということであります。ももう一つですねあのえ私も東証のアローズ の投資経験プログラムも今度はその新 NISA のスタートに合わせてリニューアルいたしますのでもうぜひそういったものもご活用いただいてですね正しい知識を身につけていただいて投資判断していただければというふうに JPX としてもその投資家の情報発信力を入れていかれると。 まあいいことです。ぜひね利用していただきたいです、ね。そうですね。もうぜひ、ね、あのどんどんご利用いただいて、はい、あの有効な資産形成に役立っていただければというふうには思います。うんまあ今年のお市場が清流になることによってそうですね。すねあのもうぜひ私どもも期待しておりますけれども、日本のあの個人投資家の皆さんにもぜひご期待いただければと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくどうぞお願いします。